文山放射茶は台湾北部の山岳地帯に近接する烏来景勝地で生産され、とりわけ台北県の平林、石亭、新店などで生産されるお茶が知られています。文山放射茶は発酵度が低く、軽く揉まれて熟成した茶葉です。外観は膨らむ螺旋状で、翡翠のような緑色をしています。お茶の色は少々金色がかった艶やかな緑色で、香りは花のようにかぐわしく、ふくやかな甘みがあり、喉越しがスムーズで、口の中に味わいが広がります。この種類のお茶は香りが一番大切です。香りが強いほど品質が良いと言われています。お茶を入れる水には、鉱物質をあまり含まず、消毒剤の残留が一切なく、しかも無菌であるものを使用します。よって先に沸騰させる必要はありません。お茶を入れる際に必要な温度まで沸かせば十分です。茶葉の種類が違えばお湯の温度も違います。文山放射茶はお湯の温度は90度が最適です。水がこれぐらい沸騰したら温度はだいたい90度でしょう。文山放射茶を入れるには最適の温度です。文山放射茶で5回お茶を入れるならば、茶葉は急須の半分近くまで入れる必要があります。もし買った茶葉が細かく小さめのものなら、量は少なめにするといいでしょう。茶葉が大きめのものなら、量を少し増やした方がいいでしょう。茶葉を蒸らす時間も重要です。1回目はおよそ1分で十分です。もちろん個人の好みによって、その時間は調整して構いません。そして全てのお茶をまず茶会に入れてから、茶杯に1つずつ注ぎます。もし直接茶杯に入れる場合は、往復2回注ぐことが必要です。まず各茶杯に4分の1までお茶を入れ、次に4分の2、4分の3、4分の4まで注ぎます。そうするとそれぞれの茶杯に入ったお茶の濃さが均等になります。軽く発酵した文山放射茶のお茶の色は緑がかった黄色です。その香りは爽やかで、味わいはまるで生き生きとした若者の青春を感じさせるものです。2回目に茶葉を蒸らす時間は20秒から30秒に短くします。その理由は、1回目の時に茶葉がすでに伸びたので、2回目は茶葉の含む成分が早く溶け出すからです。3回目からは茶葉を蒸らす時間を少しずつ伸ばします。例えば1回目の蒸らし時間は1分、2回目は20秒に短くし、3回目は45秒間蒸らし、4回目は1分20秒、5回目は2分20秒というようにします。これはおおよその原則ですが、お茶の品質や溶解の速度によって蒸らす時間を調整します。この他に日常会社でよく使われる簡単な入れ方があります。この外碗の量はおよそ 130cc です。この外碗の量の 1.5% の茶葉を入れましょう。すなわち 130cc×0.015 で 1.95g、 およそ 2g になります。そして文山放射茶に最適な90度のお湯を入れます。10分間蒸らしたら、お茶は程よい濃さになります。この時には飲むのにもちょうどいい温度になっています。10分間蒸らしたので、茶葉の成分も十分に溶け出しました。その場合、すぐ飲み終えなくても、多少時間を置いてから飲んでもいいでしょう。また、茶葉とお茶のお湯は分ける必要がなく、お茶の濃度も濃くなりすぎるということもありません。茶という字の構造についてとてもふさわしい言い方があります。それは、人が草木の間にいる。これはお茶を飲む時の私たちの心境を表しています。人間は大自然の草や木の中に存在し、花の香りや鳥の鳴き声、穏やかに吹く風を心地よく感じながら生きています。お茶には健康を守り、病気を予防する効果がたくさんあると言われています。よくお茶を飲めば、健康を促進するだけでなく、心や精神を癒すこともできるのです。ぜひ一緒に美味しい台湾茶を入れて、お茶の真髄を味わい、人生の美しいひとときを一緒に分かち合いましょう。